はい、じゃあ次行きましょう。言ってる言葉の表現が変わってるんだ。その 40% は境に変わってるんだ、はい、ああ、なので自分の意見、あくまで自分で言うんですけど、 50% を超えるときには、まあ、そこそこ雨が降るんじゃないかなということで、その雨に降られたくない人は長い傘を持っていった方がいいかなっていうので、はあ、はあ、で、あと、その、うん、日本経済新聞の具体的に調べてましたけど、はい、この人の意見としては、なんか 30% で折りたたみ傘を心配な人は持っていけるようになりました。はい、以上です。なるほど。はい、ありがとうございます。結構具体的です。30% で折りたたみ、50% 超えたら長い傘。なるほど。わかりやすい。わかりやすいですね。はい、次行きましょう。はい、あ、超さっきも誰か言ってたんですけど、はいはい、まあ、大体そんな感じなんですけど、まあ、自分なりにまた聞いてください。はい、そうだな、自分趣味でスポーツバイクやってて、はい、それで何だろう、
か、はい、風とか、うん、影響してくる。なるほど。ちょっと興味ある。なるほど。はい。で、その天気予報、そもそも天気予報を決める際に、うん、2つ、はい、メディアを出すと。2つはその、うん、実測のデータによる予報を、はい、過去のデータに基づく。なるほど、なるほど。っていうのがあるんです。はい。どっちかだけではないんだ、はい、両方使ってんの。そうです。で、その使う割合がちょっとずつ変わるんだよって話。はい。なるほど。長期の話ですけど、全然違いますよね、話は。はい、次行きましょう。私は、Facebook で、私の地元栃木県なんですけど、すごい栃木県は雷が多いね。はい。で、雷のことを雷様って呼んでて、雷様って呼んでて、今西日本雨降ってるから、なんか外から雨の出会いとか行ったりしてますけど、
うん、不思議じゃないですか。そうだね。なんか普通、うん、普通に考えたら、はい、なんかずっとそのままで雨降ってそうだし、はい、晴れてるところでずっと晴れてそうだし、はい、なんかやっぱりそういうところから地球って自然してるんだなって思ったりしてる。なるほど。昔の人は、はい、なんか自転してることをなんか振り子を使って動いてるなとかやってたんですけど、はい、天気が変わったり、あと風が吹いたり、うん、波があったりすることも、はい、なんか自転とか変わってて、そうだね、そういうところが、はい、気象とも結びついて、はい、気象とも結びついて、なるほど、はい調べた。全く調べた。はい。はい、次行きましょう。群馬だ。群馬だ。なるほどね。はい。はいはい。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 
はいはい。ナマズは別なんだ。そうか。が、うん。350。へえ。なしで。はいはいはい。でまあ、デマボルト、カチパンって出すけど、うん。まあそれより弱いち。ピカチュウすげえな。はいはい。で、やっぱポケモン上だと、デマボルト威力95なしで。本当だと思う人を手挙げてください。嘘だと思う人手挙げてください。はい。
うん、快晴を 100% とすると、はい、曇りのその太陽が出てる日は 110% までなるそうです。なるほど。なので、うん、女子の皆さんは、うん、曇りでも紫外線対策をしましょう。なるほど。はい、これです。あ、いいですね。それ、あの人工的なやつだね。はい、次行きましょう。私は、はい、フェイスブックに、はい、晴れの日の雲の形、あの、うん、雲の意味について、はい、なんで晴れ、なんか晴れなのに雲があるのなんでかなみたいな。なるほど。雲の意味について調べました。はい、それで、あの晴れの日雲で検索して、うん、出てきたページが、うんうん、天気を予測しようっていうページで、たぶん晴れの日に出ている雲は、うん、上層の雲で、うん、巻雲とか巻層雲とか巻積雲とか出てきたんですけど、うんうん、結局全部このあと下り坂になると見てもいいでしょうって書いてあるんですね。だから、うん、なんかすごい雲一つない青空の日は本当に晴れなんですけど、うんはい、なんかちょっと白い雲があって、はい、いい感じの空だなっていう日は、はい、結局その後、うん、雨が降ってきたり曇りになったり、うん、なので、うん、晴れた日だからって油断しないようにしましょう。なるほど。以上です。はい、はい。晴れの日の雲の種類はまた違うとかね。はい、次行きましょう。私は、はい、なぜ空の色が変わるのかというのを、なるほど、はい、はい、この理由は、太陽の光になって太陽の光が、はい、7色あって、はい、虹色ね、はい、私たちが見てる光の色っていうのは、うん、その光が、はい、たくさん散乱された光が、うん、私たちの目に入って、はい、なるほど。で、はい、昼なんで空が青くて、はい、夕方なんで赤いかっていう、うんうん、絵を描いてる人です。お、はい、はい。それで知る。似た話もあったね。あれだ、あ、太陽付きだね。なるほど。あ、回るのね。それに目の状態で、はい、で こっち夕方で、はいはい、夕方の方が長いんですけど、うん、ここが短いと光で、うん、青い光は赤い光より波長が短くて、でちょうどこの辺りに散乱して、うん、青い光が人の目に届くんですけど、うんうん、こっち長いんで、この辺で青い光が錯乱しちゃって、うん、結局赤い光だけが一番長いんで、人間の目に届くことが、なるほど、くぐり抜けてこれるのが、はい、生き残れるのが赤い光だけだということですか。はい、はい、ありがとう。はい、結構あの興味なかった人の話が俺は意外と面白い。あの、じゃあ最後、この2列だけここまで、ここまで、はい、じゃあちょっと最後のことだけど、なんか本当はね、今日は授業アンケートっていうのがあるんだ。
いろいろね、変化を起こしたいなと思って、わざとやったら2つありますんです。まあ、レポートは別にまあいいんですけど、Facebook を使ったっていうのと、あと動画を使ったっていうのと、まあ、でもその2つあるんですけど、はい、そのどっちでもいいんですけど、それに対するイメージの変わった人、だこう思ってたけどこうなった、こう思ってたのがやっぱりそうだった、その2つ、どっちか2つ取り出すんですけど、変わったっていう人は伝わってください。なんか最初思ってたものと実はやってみたら変わったっていうことです。いいわけです。思ってた通りだったっていう人はどう？はい、まあ、それが高い。
間かけてわざわざここまで来て、その2万5千円が欲しくて来てるわけないですよ。はい、だから、まあ、何らか価値が生まれてほしいなと思って来てるだけなんです。多少交通費くらいいただきますけど、皆さんだからその他の授業もそうなんですけど、どの授業でもそうなんですけど、1人1日2000円払ってるんですよ、その先生で、クラス全部集めたら大体10万くらいを支払ってこの大学に行ってるわけですね。そう、その10万の価値を生み出したかどうかって話に結局なるんですね。教職免許を取っても先生になる人いっぱいいるんですよ。現実的にね、結構職員使うかもしれないですけど、そうですね、なかなか採用率とか調べたことあります。結構欲しいですね。はい、採用率うんぬんとか厳しい、どこが厳しいとかどこが優しいとかじゃなくて、これめちゃめちゃ食べてる人はみんな欲しいんです。これそれくれって言うんですよ、他からどんどんくれって言うんです。だから優秀な成績でしたとかそういうことじゃなくて、だからググっても何でもいいんですよ。でネイバーでもチェーンブルーでも何でもいいんですよ。だけどそれは本当に価値なのかという話ですね。はい、だから人が価値だと認めるものはないのを考えると、最初はじゃあチェーンブルーは結構信頼されてるけど、だんだん変わってきたら今はネイバーでしたって話かもしれませんけど、だからその間に価値がですね、これはどんどん変わってくるんですよ。だからもう4年後卒業する頃には4年後卒業する頃に何が価値か分かんないんですよ。だから教員免許を取ることが価値だったんですけど、それでもう先生になってる。だけど今は多分もうググったら分かる時代で、価値これ全然質が変わってますよね。何が変化なのかって話なんですよ。スピーチした時にまあ、1分でこれが起こるよねっていうのをちょっと見てほしいんですよ。別にそのこれから喋る人が特別ないこう変えろっていう話じゃなくて、聞いてる人の話です。聞いてる側の話です。あ、この人は最初これをコメントで書いたのが3週間前、この、まあ、俺と同じぐらいの位置にいた人が調べたらここまでこう到達したんだっていうのを見てほしいんですよ。でそれを受け取った人は30人、40人分を溜め込めるわけです。でも別に寝ててもいいんですよ。寝てて変化を起こさないという選択するのも別にいいんですよ。いいんですけど、結局その、まあ、2000円払った価値はあるのかっていうことは、まあ、常に俺が言うことじゃなくて、まあ、自分に結局ね、返ってくるわけで、1分、たった1分なんだけど、本当に価値のあるスピーチをする人は1分で 何万円もらう人がいるわけなんですよ。それがどういうことなのかっていうのは、結局本当に変化を起こした人なんですよ。今までやったことないことをした人なんですね。はい、まあ、だからちょっとあえてね、ネジを緩めたり外したりとかっていうのをやって、まあ、こういうことやってるんですけど、はい、じゃあ最後ね、この最後の順位前に出ましょうか。はい、で、しゃべる方はまあそのまま喋るしゃべりたかったことはそのまま喋るんですから。ですけど聞く方はそろそろ疲れてきてはいると思いますけど、最初に自分が聞いてもらったってことは忘れないでしょ。自分がわざわざまあ割とたわいもないテーマで一生懸命話しておく、それわざわざ聞いてくれてたんですよ、ずーっと30分、40分。はい、じゃあ最後いきましょう。あ、消してくださいね。はい、はい、じゃあ行きましょう。ここ最近、はい、すごく暑い日が続いて、あ、確かに。もうそろそろ夏だなって思い始めてもらうと思うんです。なるほど。でも僕、はい、夏って嫌いなんですね。はい
なんでかって、はい、夏の時期ってよくゲリラ豪雨とか来るじゃないですか。はいはい、雷が僕すごく苦手で、ああそうなんだ。なんかわかんないけど、本能的にこうなってるんですね。なるほど。その夏の豪雨の時期に雷が鳴る時に、はい、気象予報士とかなんていうかっていうと、大気の状態が不安定っていうんです。あ、はい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 。不安定とは何ぞって思って、おー、いい話ですね。なるほど。まず、何を持って安定とするのかっていう話なんですけど、おー、いいですね。水と油をイメージしてみてください。あの、2つを同じ容器に入れると分離するんですね。そうだね。で、それって、ちょっとかき混ぜたぐらいだと、すぐに元に分かれようとして元に戻るじゃないですか。なるほど。はい、でも、お互い、っていうか、なんか質の違うもの同士があって、お互いが混じり合わずに元に戻ろうとするのを、あの、安定っていうふうに考えらしいですね。ほっとけばその状態にすぐなるよっていう。はい。なるほどね。じゃあ安定と不安定の時の状況を見てみます。うん。と、はい、これが地面で、はい、では2つのパターンを考えてみますね。はい。まず、こっち側が、地面の近くに、まあ、相対的に冷たい空気が入って、はい、で上の方に、あったかい空気が入って。はい、こっち側が、下が暖かい空気があって暖かーいって思われたこれが、暖かい、この2パターンを見てみました。あの、一般的に、暖かい空気がどんどん上に上がっていくっていう風になってるんですが、なるほど。それっていうのはあくまで、その動いてる空気と、その周りにある空気との温度の比較、相対的に動く空気が冷たいか暖かいかっていうのを言うので、ね、はい、でこっち、あ、待って、どっちだ、あ、こっちで見てみましょう。こっちは、まあ、地上付近にある空気は、太陽の光とかで温められて、上に上昇はするんですね。上昇はするんですが、あ、そう、一つ忘れた、空気はだんだん上昇していくにつれて、はい、その周りの気圧もどんどん下がっていくので、はい、温度が下がっていくわけです。その上昇していく技術が、なるほど、はいはいはい、でこの状況で見ると、温められた空気が上昇していくと、ずっと上昇しているわけではなくて、はいはい、この上付近に来た時に、まあ周囲の空気は暖かいわけですよ、はい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 、でこっちはもともとそんなに暖かくなかった空気が上がって無理やり上げてるわけね。そう、上がってさら、はいはい、にこっちより冷たくなってるわけですね。でそうすると、こっちと比較して、こっちの方が冷たいということで、これ以上上に上がることはなくて、なるほど、また下がる力が当たるわけです。戻されちゃうんだ。戻されちゃう、はい、でこれがさっき言った水と油の状態で、なるほどなるほど、まあ、とどまろうとするわけです、でこれが安定の状態です。なるほどなるほど。次こっち側を見てみると、はいはい、ここで温められた空気が上に上がって上昇していきますね。はいはい。でこっち上がって冷やされたとしても、まだこっちの方が冷たい場合っていうのがあると、まあ、こうなるわけですよ。はいはいはい。さらにこいつはどんどん上がっていくわけです。なるほど。助長しちゃうわけだ。もうどんどん助長していくわけです。でこれが大気の状態が不安定っていうふうに言われて、なるほどね。で、そうだな。上昇してどんどん冷やされた空気はやはり水蒸気になって、水蒸気でも、あ、そう、水蒸気。になって、雲になっていくわけです。はいはいはい。雲が。で、この上がり方が急なもんだから、はい、まあ、積乱雲になるわけです。なるほど。すると、まあ、どうなるかっていうと、はい、僕のすごい嫌いな雷が鳴ったりとか、なるほど、まあ、大雨がバーッと来たりとか、なるほどね。いろんな災害を招くような、終わりにするわけです。なるほど。っていうのが、安定不安定。なるほど。これだから前線の話を去年、先週までしたけど、それ以外でもこういうこと起こるよって話ね。あの前線がなくても起こるわけだ。ニュースで、天気予報で、暖かく湿った空気が入るみたいな。なるほど。はい、そのぐらいの時は大体この状態です。こういう話になっちゃう。上空に強い寒気があるとか言うと。なるほど。はいはいはい。ということなんです。調べて思ったのは、はい、これからの時期、はい、こいつ突発的にできて急に降らしてすぐ消えるってやつだから、はい、まあ、常に折りたたみ傘を持っておく気かなって思います。なるほど、あ、いいですね。はい、はい、素晴らしいです。これいいね、あの問いの立て方がそもそも論みたいなのはいいですよね。
なんかあの大学生っぽいです。はい。はい、次行きましょう。はい。自分は最初の Facebook の課題で、はい、降水確率について気になってて、はいはい、で、まあ、降水確率ってそもそも何なのみたいな、そうだね、結構興味があって、はい、で、なんか、定義じゃないですけど、まあ、なんか一応、降水確率っていうのは、うん、なんかこう、その予報の、こう予報って、東京だったら東京とかで、なんかこう分けられてる地域。なるほど。で、その分けられてるその一地域に、うん、の一定時間内に1ミリ以上の雨か、まあ、もしくは雪が降る確率が、その降水確率って言われてるもので、0から100までの値の間で、まあ、10% 刻みで、表示されるようになって、でもその 10% って、はい、一応なんか計算を思い出されてて、例えば 10% だったら計算的には四捨五入の値なんで 5% から 14% の間、 20% だったら 15% から 24% みたいな感じで、まあ、正確にその何%とかじゃなくて大体そのぐらいの値ですよみたいな感じが降水確率の、はい、パーセントです。で、降水確率が高いと、うん、まあなんか次雨降りそうだなみたいな、はい、降水確率 70% っつったら、まあ、9時から12時まで、東京の9時から12時が降水確率 70% だったら、もうなんか9時から12時の昼間ずっと降ってるのかなみたいな、そういうイメージを多分持っちゃうと思うんですけど、まあ、あんまり、まあ、それが間違いでもないんですけど、まあ、なんていうか定義的には元々の意味は100回同じ天気図になったときに70回は降るよっていうのが 70%。 あ、それは分かりやすいよ。なるほどね。はいはい。で、どうやって出してるかって、それ過去のデータの中から似たような天気図で、なるほどね、を積み上げて、うんうん、で、今回も似たような感じだから、はいはい、これだったら 70% ぐらいで来るんじゃないかみたいな。なるほど、そうやったんだ。これだったら 30% ぐらいじゃないかみたいな感じに、はい、まあ、出すのが、なるほど、降水確率です。だから、天気予報とかで、ね、うん、上の段から、まあ、大体上一番最初気温がこう、まあ、天気か、うん、天気がなんか晴れとか、はい、晴れとかってなってて、はい、なんか気温何度、はいはい、何パーセントみたいな、はい、ミリメートル、はい、こうなってるんですけど、はい、こことここは、うん、実際こう別物で、なるほど、そもそもの定義が違う、ここが高いからいっぱい降るわけではなくて、うん、まあ、ここはいっぱいあるけど、うん、いっぱい1ミリだよみたいなこともある。こともあるので、まあ、なんか天気予報を見るときは、うん、その降水確率が高いからいっぱい降るなとかじゃなくて、まあ、降りやすいんだけど、どのくらい降るのかなみたいな、降りにくいんだけど、降ったらすごい降るのかなみたいなふうに、ちゃんと分けて見るようにすると、はいはい、天気が分かりやすくなるんじゃないかなと思いました。なるほど。はい。はい。いいですね。はい。素晴らしいです。天気図の話で分かりました。はい、次行きましょう。はい。はい。お、はい。素晴らしい。全てを悪者にはしないみたいなことですか。はい、うん、はあ、で、ただ天気が予報できるっていう、うん、だけじゃなくて、はい、いろんな人に対して、はい、天気を伝えられるっていうのが気象予報士の仕事の役かなと。なるほどね。はい、ただ予報するだけじゃなくて
表現を相手の配慮までして伝えるってことが仕事なんだなということですけど、なるほど。まあ、いいですよ。はい。季節によって違う。はい。はい、それで、まず冬ですけど、はい、冬は季節風が強くて、なるほど。大気の塵がいっぱい払われます。なるほどね。それで、風が、湿気が、少なくて、水蒸気も少ないので、なるほど。なるほど、はいはい。なるほど、はいはいはい、いいですね。夏は南の大気が流入しやすく、うんうん、散りやすい敵が多いので、赤系統の光を多く散乱するので、なるほど。夏は赤い系統の夕日の色が多い、はい、ということでした。はい、素晴らしいです。素晴らしいです。いいですね。切に転換してもらってね。はい、いいですね。はい、次行きましょう。自分は Facebook で、はい、雲について興味があって、はい、で、まあ、雲について、うん、まあ、雲がどのようにできて、うん、で、雲の量はどのように変わるのかについて調べました。はい、で、まあ、知ってると思うんですけど、はい、雲は、うん、この地上の、うん、まあ、暖かい空気が上昇して、はい、空中、まあ、上ら辺の冷たい空気で冷やされて、それが凝縮してできるっていう話してると思うんですけど、それがなんでかっていうのを調べます。なるほどね。ここに地上があって、はい、まあ、暖かい空気が、まあ、これになって、はい、こいつらが上昇して、うん、バランスになって、雲になる、うんうん、で、ここで起こっていることが何なのかっていうのを調べたら、はい、飽和水蒸気量っていうのが関係していまして、はい、その空気中にどれだけ気体が入れるかっていう、で、それから溢れたやつが雲になるっていう感じで調べました、はい、で、まあ、まあ自分的に分かりやすくなんか書くと、なんか空中になんかその気体が入るリスみたいなのがあって、うん、そこに、はい、こいつらが入れたら雲ができない、うん、で、溢れたこいつらが雲にできる、なるほど。で、まあ、この飽和水蒸気量の椅子の量は、うんうん、そのどうやって決まるかっていうのが温度。なるほど。で、温度が高いと椅子の量が増えて、で、その、で、こいつらが、まあ、気体がここに入り込めるので、雲が少なくなる。なるほど。で、温度が低いと、こいつらが少なくなるので、この雲が多くできるっていう。なるほど。はいはいはい。なるほど、いいですね。で、あと、じゃあ、調べてるときに、まあ、自分が単純に面白いと思ったのは、うんうん、そのこの雲の仕組みを実際に人間で起こったっていう事象があるんですけど、知ってますか？どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？雲のこと？人間の汗によって雲ができたっていう数学者なんですけど、はいはいはい、まあ、その兵道君が言った、はい、そのコミケです。
はい、いいですね。次行きましょう。はい。はい。寒天暴起っていう、はい、さっき言ってくれてたんですけど、はい、自然現象だとか、はい、その生物の行動の様子などから天気を予測できるっていうやつで、なるほど、あのさっきのツバメの、あー、はいはいはい、去年から漁師さんが経験的に、うん、あのそういう知識を習得して使ってきたみたいで、あの統計的には気象庁発表の天気予報の比率が 80% みたいで、うんうん、はい、ありがとう。はい、次行きましょう。はい、いろいろ雲の話してくれたんで、はい、雲のことを話そうと思うんですけど、うん、雲をちょっと水蒸気からできてるよって思う人手を挙げてもらっていいですか。水蒸気からできてるよっていう人、はい、はい、手を挙げて。話すのだなって思ってると思うんですけど、うんうん、実は水蒸気じゃなくて、はい、水蒸気って気体じゃないですか。そうだね。見えないじゃないですか、気体って。そうだね。あれ、雲見えるみたいな。確かに分かんないけど。お湯を沸かすと白い蒸気出るんですよ、はいはい、あれ液体では水滴の塊なんですよ。なるほど。液体であれば、うん、雲もつまり液体なんですよ、うん、液体のちっちゃい粒が固まって雲に白く見えてるだけで、はい、あれは液体じゃないんですよって話です。なるほど。あれは水蒸気じゃないんです、はい、結構勘違いしやすいよね。そうです。はいはい、それが言いたかった。はい、はい、いいですね。それ素晴らしい。結構大事な話ですか。いい話です。はい、いいですね。短く変化を起こしました。はい、次行きましょう。はい。なるほど。はい、以上。はい、ありがとう。他のものと結びつけるとすごい価値を見やすいんですよ。はい、いいと思います。すごい。もう一個ある。あ、もう一個ある。まだいいですよ。この間、なんか、はい、最近天気予報が全く当たらなくて、なんか、あれにしないみたいなのをフェイスブックで作って、はい、それをさっき調べたら、はい、なんか夏は不安定、なんか天気が安定しないから、はい、はあ。
それは面白いですね。はい、いいですね。はい、次行きましょう。はい、天気は、はい、まあ、過去のデータから予測しているというふうに今なってるんですけども、うん、はい、じゃあ過去のデータが少ないような天気図だったらどうかとか、うん、はい、そもそも過去のデータがないような天気図だったら予測できないのか、うんうんうん、実際に予測できなくて、うん、まあ、困ったこととか災難とかもあると思うんですけども、はい、まあ、そういう予測とか天気予報の仕方じゃなくて、うん、もっと普遍的な、はい、物理法則から計算して出すような、まあ、そういう天気予報はないかなと思って、はい、まあ、ちょっと調べたんですけど、はい、まあ、まずその、うん、まあ、物理法則、結構物理学も進歩してるんで結構いいんですけど、はい、まあ、それを計算するためのまずスーパーコンピューターが必要で、はいはいはい、まあ、それも結構今、うん、まあ、例えば、うん、将棋の電脳戦とか知ってる人コンピューターが進歩していて、はいはいはい、それも結構そのうち本当に良くなるんじゃないかと思うんですけど、はい、まあ、一つ大きな問題があって、はい、観測の仕方に問題があって、うん、観測やっぱり計算するからには完璧な値を使って計算しないといけないので、うんうん、まあ、そのためには完璧な観測ができなきゃいけなくて、で例えばじゃあ気温が25度だったら25じゃなくて 25.00000 と、うん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 、それを、まあ、10桁までやっても、まあ、全然足りなくて、うん、それを、まあ、無限ですよ、無限まで持っていかないといけないっていうのが、うんうん、まあ、すごく大きな問題で、結果的に、まあ、そういう天気予報にはまだ、まあ、全然通って、なるほど、まあ、完璧にはならないでは近づいてない、なるほど、はい、以上です。あ、いいですね、はい、視点を変えるのも価値を見やすいですね。はい、はい、次行くんでしょう。あと2人、はい、私は Facebook で、うん、なるほど。で、これも
はい、これ最後です。はい。はい。おお、すげえ。どうしたの？大丈夫だね。はい。おお、それ用意したんだ。はい、なるほど。普段皆さんが見ている宮崎とはとても違って綺麗になっていると思うんですけど、うん、あと私ちょっとネットを中毒なので昨日はい、はい、パソコンに何時間も費やしてて、うん、ちょうど20時ぐらいにツイッターの急上昇バージョンのところを見たら、はい、珍しくまともな言葉が出て夕日っていう。素晴らしい。